はい、皆さんこんにちは、吉田りまさです。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはですね、こちらでございます。ババン。金のピール、サントリー、セブン、アンドアイコールドでございます。セブンアンドアイコールドの、なんとビールでございますね。後ろに7つのこだわりと。いうこと書いてあります。ちょっと読んでみましょう。4種の麦芽を贅沢に使用した豊かなコクに、国産ゴールデン、ちょっと読みにくいですね。ちょっと読みますね。国産ゴールデン麦芽一部使用。3、麦の旨味を引き出すデコクション製法。4、副原料一切なしの麦芽 100%。5、素材の旨味を引き出す天然水 100% 使用。6、アルコール度数 6.5% の力強い飲み応え。7、アロマホップ使用による豊かな香り。なるほどね。まあ、とにかく飲んでみましょう。いくらだった？ 200 円を超えてました。200円を超える、コンビニで200円を超えるビールはうまいです。きっと。いただきます。あのね、うまい。なるほど。これね、昔ですね、セブンイレブンの、現、鈴木会長がですね、昔こういうことを言ってました。匠でしたっけ、400、500円する、600円ぐらいでしたっけの、アイスがですね、発売されたことがありましたね、セブンイレブンで。あの時にですね、作る前にですね、あ、これあんまり言っちゃうあれなのかな。ですね、まあ、とにかくね、値段は惜しまないので、高いものでもいいんで、原材料というね、そういうものが、まあ、いいものですね、ものをですね、選んで作れみたいなね、話があったんですね。で、結果できたという商品がございました。ビールもおそらくですね、どんなビールがうまいんだと。もう金をしますないと。こだわって作れということをね、言われたんでしょうか。サントリーとあるんでね、ちょっとその辺のごめんなさい。この金のビールができたエピソードは今のは推測なんですが、とにかくですね、金のとついてるこのシリーズですけど、本当にですね、金の、まあ、ビーフシチューとかハンバーグとかカレーとか全部うまかったんで、今回もすごい期待してたんですけど、やっぱりですね、うまいです。でね、スーパードライとかそのドライ系がちょっと苦手な人、私もそうなんですけど、は、飲み心地がすごくいいですね。で、このアルコール度数 6.5% っていうのもいいですよね。氷結でしたっけ？ストロング。あれって8%とか 8. いくつでしたっけ？あれを飲むと、やっぱり、アルコール飲んでるなって気がしますね。僕なんかあんまりアルコール飲まないんで、まあ、本当に焼酎浴びるように毎日飲むみたいな人はですね、知り合いにいますけど、そういう人はわかんないですけど、まあ、僕みたいにたまにしか飲まない人は、アルコール度数が高いと、結構、きますよね。そうすると、なんか、アルコール本当に体に入れてる感がすごくあるんですけど、6.5% もあると、それも味わえるし、あと飲み心地、飲み応えがすごくいいですね。あとは、どこだったかな、天然水 100%。これですね、僕は昔ですね、ファーストフードにいた頃にですね、東京のですね、まあ、ある種、カルキ臭いまずい水ですね、塩素のですね、入ったもの、まあ、塩素は別に静岡県でも入ってますけど、その水で、ドリップしたコーヒーとですね、ミネラルウォーターでですね、ドリップしたコーヒー、全然違ったことがあったんですね、味が。すっごいスッキリしてて、もう僕でもわかるってぐらいですね、コーヒーの味が違ったことがありました。これって水を変えただけで本当にこんなすごいんだって思ったことがありました。これもですね、同じように感じましたね。水を変える。そして、副原料一切なしの麦芽 100%。この副原料って何かわかりませんけど、おそらく、まあ、一番搾りじゃないですけど、その無駄な部分というか、無駄な部分がないってことだと思うんですよね。プレミアムモルツ。よりなんかすごい。ちょっとなんかほのかに甘みすら感じるようなですね。なんかそんなすっきり感がありますよね。実際甘いっ
ってことはないと思うんですけども、なんでしょう、すごい金のシリーズ恐るべしということで、またつわもの現るという感じでしたね。はい、ということでありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのはですね、セブン&アイゴールドサントリーの金のビール、贅沢なコクと旨味でございました。ありがとうございました。